名高丸は、江戸時代末期に、吉州藩が所有していたスクリュー推進蒸気船。文久元年、イギリスで建造さればマ号と命名された。源氏元年10月、イギリス商人、トーマス・グラバーより、吉州藩が15万5000ドルで購入し、名高丸と改名した。慶応3年4月23日午後11時頃、名高丸と伊オ,オース藩所有のいろは丸が、 トモの六島付近で衝突した。当時、奇襲藩は、長崎で新たに軍艦を購入する予定であったが、問題が起こったため、その解決のために、明光丸を長崎へ向かわせていた。翌24日午前6時ごろ、ト港に入港して、船長の高柳父が、坂本龍馬と交渉を行ったが決裂し、27日に、明光丸は、 長崎へ向けて出港した。その後、奇襲藩は、薩摩藩五代とも厚に仲介を依頼し、奇襲藩が、賠償金として七万両を支払うことで和解した。第二次長州戦争では、慶応2年2月から3月にかけて、幕府艦隊の一翼として、兵庫津から広島への兵員や、物資の輸送に多用された。蕎麦、伏見の戦いの後、 敗北した合図半平等の廃兵が、奇襲藩領に逃げ込んだが、これを江戸や三河へ運ぶために、明光丸が使用された。その後も奇襲藩の御用あるいは可客船として使用され、明治2年には、紀の国や万蔵らに貸し出され神戸横浜間を連絡していた六隻の蒸気船の一つとして運用され、明治3年には、 紀の国や一万蔵と菱死や右兵に払い下げられた。紀一万船は日本国有便蒸気会社に統合されたため再び国策会社の所有となり、後三菱会社の所有となった。明治七年の台湾出兵の際に徴用され一時国有化されている。新竹健一郎、幕末における大阪の特筆ご進発をめぐる。 社会状況マイナス2012年11月、アジア歴史資料、センタールファレンスコード C09090106200、B110 億9231万4500。西洋式蒸気船の民間保有は、明治2年11月に許可された。ありがとうございます。